まあこれはまあシンプルっちゃシンプルだけど、まあ普通にピッチエンドランで特にフェースも開くことなくこのぐらいでいいんじゃないですかね。ね、はい。まあこうあんまりこう固めないでちょっとクラブだけポーンと、まあちょっと芝がねちょっと下がなんていうのかな、ちょっとこう根っこがきついから、まあ、当たり負けだけしないように、で結構こう下がちょっとこう芝がこう薄いとかこう硬いところとかでこううまくこう打つっていうよりかはどちらかというとこうクラブのバウンスをこう地面にこう当てる、だからこう構えたところにこうバウンスをこう当てていくっていうイメージですね。だから全然手前に向かってこうバウンスをこう当てていく感じ、こう当てていく感じで打ってあげると意外とこうやって手前に落ちても全然溜まってこう行ってくれるんで、こうきっちりこう打とうとするのが逆にちょっと難しいと思います。まあ、ここで今度左足下がりの下り傾斜だけど、まあ、やっぱりちょっとこう球をねこう止めなきゃいけないという時は、僕の場合はもちろんこうバウンスをちゃんとこう当てるんだけど、普段よりかちょっと若干遠寄りにこうやって打ってあげると球がこう下り傾斜でもこう止まってくれるんでね。だからあんまりこう芯に当てるというかちょっと意図的に少し先っぽに当てたりということも実際はしてます。まあ、なのでこうボールのライうんぬんというよりもあるんだけど、まあ、こう基本的にこう芝が薄いいわゆるこう花道と言われるところから結構ざっくりとかしちゃう人はこうピンポイントで狙いたくなるんで、もう手前に押してもいい、ちょっとこれじゃ前でいい、ここら辺に押してもいいんで、もうここにこうでバウンス、このクラブの後ろのバウンスをこう当てるつもりで、ただクラブの動きだけこう止めなければこう勝手にふわっといくんでね、はい。でまあこれもまあ人によってだけど、僕の場合はこう極端にバウンス当てたいときは右手をちょっとこう下から持って、まあ、よりこういうイメージを持つような気持ちでやったりはします。よりこう絶対バウンスがこう当たるような感じで打ってあげるとこう、ね、球もこうやって比較的こう止まってくれるんでね。ちょっとバウンスを意図的に強く当てたいときは若干ちょっとこう持ったりすることもある、まあ、こう当てたくなるようにね。うん、まあ問題ないですね。たださっきのねこうちょっと見ててもらっていいですか。このクラブをここにしまい込もうって思った時に、そうもう自分の中ではもう手が腰の位置にこう振ってくるようなイメージでこう振らずに体の近いところに振ってくる意識でちょっとやってみてもらっていいですか。そこだけを目的にやった時にはここまで行っちゃうとしまい込むの大変に感じしません、はい、ここら辺からならスッてしまい込めそうじゃないですか。でそこだけ意識してもう一回打ってもらっていいですか。ちょっと素振りしてここに入れることだけ考えて素振りしてもらっていいですか。はい、もっと多分ここら辺からの方が入れやすいと思うんですよ。はい、それ言いやすいと思うんですよ。そうそういうイメージ、そういうイメージ。そう、ナイスナイスオン。全然その方が当たりもいいし、多分振りまま、ぶれないじゃないですか。今のはいい球。さあ小林さん、上りのスライス、はい、5、うわ惜しい。でもナイスパーです。ナイス。これはコースなりでいいとこです。170バンカー越えです。このバンカー越えでこのフォローでこのラフはもう物理的に絶対止まんないんですよ。だから止まんないって考えた時に手前のバンカーでいいと思うか奥でいいと思うかもしくは左の手前でいいと思うかっていう 3択になるんですよ。どうですか小林さん。左で気をつけなきゃいけないのは左ちょっと引っかかると左 OB あるじゃないですか。
だからこれ左の花道狙うっていうのはちょっとこの右風で考えるとリスク高いかなってことなんですよ。そう、バンカーは嫌だと思うんだったらバンカーの手前に刻むのもありです。あ、はいはい、で旗はこっちです。そうですよね。で今言ってちょっと構えてもらっていいですか。はい、でボール遠すぎます。うん、そう、やっぱりねこう手をね出したくなる。そう、もっとこうトップからしっかり下半身もちゃんとこう左側にこう回っていった方がいいですね。残りは多分70ぐらいですね。オッケー、やっぱりでも止まらない。まあしょうがないですこれは。うん、まあまあですね。でも今日のコースの難しいのは、あの今カラーに落ちたじゃないですか。カラーは意外と硬いんですよ。グリーンが超柔らかいからここの硬さの違いがありすぎて、カラーを落とすと意外とバーっていっちゃうし、グリーンを落としたら止まっちゃうので、そういう難しさはありますね。OK です。はい、ということで終わりたいと思いますが、まあ、あの小林さんとりあえずやっぱり見てて、やっぱりこうまずそのクラブをねこう結構振りかぶってこうおっつけに行くっていうのは、まあ、今後の改善点なんですけど、まあ、あのラウンド中にはちょっと僕直さなかったんですよ、あえて。っていうのはやっぱりこのラウンド中にグリップ直すのってちょっと怖いんで直さなかったんですけど、多分無意識な癖があるんですよ。構えます、打つ前に極端に握り直してあげるっていうのが癖なんですよ。でこれはね今後のためにも改善した方がいいです。あのこの構えてから打つ前にこう握り直して、もう極端なこうフックグリップな状態でバックスイングを上げるというのは結構癖なんですよ。だからアドレスしたら静止した状態で体幹でクラブを引っ張り上げる癖をつけてあげると、もう少しショットが安定しますし、あとはところどころで言ったら ここにこうしっかりしまい込むみたいなイメージを今後少し練習されるとさらに良くなるかなと思います。はい、よろしいですか。はい、はい、どうもありがとうございました。